皆さんこんにちは、宗谷海です。今あのパーマカルチャーと平和道場にいて、なんと見てください、大量の木材をいただきました。今近くで建物を解体していて、おじさんが朝早くに来て、ちょうど朝ごはんを食べる前に、お前ちょっと木材持ってこいよって言われて、軽トラ何倍分か木材をもらっています。というわけで今日の話とそういう意味ではエネルギーでつながってるんだけど、まあパーマカルチャーと平和道場はやっぱりその環境を再生する暮らし、生きてるだけで環境が良くなる、こういう捨てられてしまう材を集めてなんか有効活用するとか、あとはやっぱコミュニティで暮らすっていうこととか、僕の先生サティシュ・クマールが言うのはソイル・ソウル・ソサエティ、ソイルは大地、大地と共に暮らす、大地を、まあ、大切にする暮らし、そしてソウル、まあ、精神とか魂とか、本当になんていうのかな、その心としっかりつながるっていう生き方、そしてソサエティ、社会をもっと素敵にするっていう、まあそれを意識しながらいろいろ暮らしの実験だったり、ね、なんかみんなでじゃあどうやったらもっと地域は良くなるかとか、そういう実験と学びの場をやっています。それでまあ本当に2016年からここを始めて、いろんな人たちにサポートしてもらって、もう多分1000人以上の人たちが、まあクラウドファンディングで2016年応援してくれたり、ここに実際来て床を張ったり、いろいろ本当に多くの人たちに手伝ってもらった、まあみんなのパワーでできている素敵な、なんだろうな、これからの時代のどういう流れが本当にいいのかっていうのを実験する場を作ってきたんだけど、ここをさらにアップグレードするために、今まあ料理は 100% 薪でやってるんだけど、まだ電気は電線につながって、どんな発電所、ね、から来てる電気かわからないものを使っていて、なんかまあ時代も時代だし、ちょっとやっぱり自分たちの目と手が届く範囲で電気をまあ自分たちで作って、それでそれがどういうものかを感じながら、じゃあこれから電気とどう付き合っていくかっていうのをここで実験しながら、みんなにじゃあそこから学んだり感じてることを発信しようと思うので、で本当にみんなとやりたいっていうのがすごくやっぱりここのもう立ち上げからのアプローチで、やっぱりいろんな人たちと協力し合いながら、助け合いながら実現する世界っていうのを続けたいので、今ここをオフグリッド、電線から切って、そして自分たちでソーラーパネルで作ったエネルギーで、その限られたエネルギーで生きるっていう、そのまあソーラーパネルとバッテリーとかいろいろ機材と、あとまだ僕もそんなにこういうの詳しくないというか、まあ今までやってきたものも本当にやりながら学んで実験して失敗して、それをまたみんなに伝えていくっていうことをやってるので、そのまあ指導してくれたり施工する費用もみんなのパワーを借りたいんです。なのでちょっとここに立って、なんで立ったかよくわからないけど、ぜひクラウドファンディング、今なかなかWi-Fi があるところに行かないとこういう動画もアップできなくて、ここで Wi-Fi ないから、オンラインの時間が限られていて、ね、締め切りが迫ってくるとどんどんなんか焦る割にはなんか全然進まないので、ちょっと延長して25日までクラウドファンディングをやっています。なのでぜひぜひみんなの支援をお願いしたくて、この動画とかうちらのクラウドファンディングを情報拡散してくれる人とか、ね、クラウドファンディング、今自主クラウドファンディングで SNS やってないからなかなか広まらないっていう、ちょっとこれどうするっていう問題があるんだけど、まあ、みんなの、パワーを借りて、それでどんどん、情報を発信して、うちらの自主クラウドファンディング、まあちょっとね、銀行に行ったりするのがめんどくさいかもしれないんだけど、本当になんか今までいろんな人たちに振り込んでもらって、で応援メッセージもすごいうちらのなんかパワーになるから、ぜひぜひクラウドファンディング応援してください。そしてここが
どんどんいろんな実験が本当に2016年から進んでるから、ぜひみんなに来てほしいっていうので、もちろんクラウドファンディングも応援してほしいけど、その後に来てほしい、そして実際どんな場所か、どんな実験をしてるか、どんな循環型の暮らしの実験があるかっていうのを体験してほしいので、ぜひよろしくお願いします。じゃあジャンプで終わります。しょ、はい、皆さんこんにちは。ちょっとやめてそれ